そんなレイヤー族の自宅には150着を超える衣装が所狭しと並んでいる。アニメやゲームのキャラクターになりきることが信条の彼女たちは手作りでそのコスチュームを忠実に再現するのだ。そんなレイヤー族の集まりが池袋であると聞きつけた疑問 G メン、その活動現場へ向かうと、なんと地下のフロアでは思い思いのコスプレをしたレイヤー族が集まってダンスパーティーの真っ最中。すいません、ラムちゃんですよね。ラムちゃんです。ダメ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 、子供を見ちゃダメ。これは何のキャラクターですか？これはアイズのイオリちゃんというコスプレです。今知ってですけど、おいくつですか？はい、年齢はありません。ありませんよね、はい、ありません。地球人じゃないね。あ、そうですか、はい、あ、どこ人ですか？キラキラ星から来ました。すいません、すいません、ちょっとお話伺ってよろしいですか？はい、これは何ですか？ピカチュウです。ああ、だから尻尾がちゃんと、尻尾ついてると思いましたよ。ベータ。そんなレイヤー族の周りにはなぜかカメラを抱えた男たちの姿が。こういう状況を撮影するのが、コスプレイヤーさんに写真をあげる。そう、レイヤー族とは変身した自分が注目を浴びることで至福の喜びを得る種族なのだ。オタク女子の市場規模は今や120億円。なんとオタク男子を上回るとも言われている。この後さらにディープな袋系の世界が明らかに。こちらのお店が。そうです。ここですか？はい、そうです。こちらが今オタク女子に話題の乙女喫茶になってます。乙女喫茶？乙女喫茶です、はい、池袋東口のリリーローズ。袋系女子に人気の乙女カフェとは。ようこそリリーローズへ。クールな店員が出迎えてくれるこの店、 G メンが注目したのは。ひょっとして、はい、女性の方ですよね？はい。ああ、やっぱり。なんと彼らは全員イケメンではなく男装した女性店員。純愛を求めてやまない袋系女子が男装の霊人と語られる究極の癒しスポットなのだ。こちらのお店に来る方っていうのはどんな方なんですか？アニメやゲームの中でもボーイズラブを好きなお客様が多くいらっしゃるお店です。ボーイズラブ、はい、男同士の、男性同士の純愛がお好きな方が多い。男性同士の純愛が、はい、ボーイズラブ、つまり少女漫画チックな少年同士の恋愛物語のこと。この店でボーイズラブをバーチャル体験している彼女らこそ人呼んで袋系純愛カフェ族なのだ。中には店員に高価なプレゼントを見つぐ女性も。渡しますね。出したいですね。あやとさん。あやとさん。あ、さっきの。サングラスなんですけど、サングラス俺が似合うかもしれないじゃないですか。ありがとう。買ってください。はい、使ってください。なんかいつもお話ししていただいて、私たちがこうなんか幸せにしていただいてるんで、なんかプレゼントで少しでもお返しできたらなとか思うんですけど。それにしてもこの店に集う女性たちは一体何を求めているのか。普通の男性じゃダメなんですか？それとこれとは別ですね。ファンタジーです。ファンタジー。内に秘められた女性たちの欲望、そのパンドラの箱が開いた池袋こそ女性に優しい究極の癒しスポットなのだ。